タリハ県はボリビアの県。ボリビア最南部に位置し、北側がチュキサカ県、西側がポトシ県と接し、南側がアルゼンチン国境、東側がパラグアイ国境になっている。行政府所在地はタリハ。6つの群で構成されている。気温は20度から30度の温暖な気候で、適度な雨が降り作物がよく育つ。大麦、トウモロコシ。 サトウキビや多種の果物が採れる。ボリビア国内では良質のブドウの産地として有名で、ワインやシンガニの名産地である。また豊富な天然ガス資源を持つが、その国有化をめぐりボリビアガス紛争と呼ばれる国内紛争が発生している。人口は約30万人。タリハの人々は陽気であると言われる。特に男性はジャパコと呼ばれるが、 冗談好きな人の代名詞となっている。ボリビアのペーニャでは、しばしばショーの途中で、アロアロー、と叫んで冗談を話し出す。ジャパコが登場する。クエーカという踊りは、チリ、ペルー、ボリビアで広く踊られているものであるが、タリハのクエーカはラパスなどの寒冷な地方のものと、比べて、大変陽気な音楽で踊られる。観光名所のサンロケや、 サンドレンソの美しさを明るく歌ったテンポの良い曲がよく用いられる。牛肉を煮込んだサイセという料理が名物料理である。2000年代に入りサンタクルス県などと同様に地方自治県の拡大を目指している。タリ派県の軍タリ派県には3加に6の軍がある。ありがとうございます。